23時46分を過ぎたところで最長記録ということだったんですが、もうその時間は特に過ぎています。もう明日が近づいています。まあ別にこれメジャーではまあよくありがちな、はい、時間なんですが、はい、5時間47分。ただ一試合でこれ7打席目になりますが、これも極めて珍しいですよね。あ、そうですよね、さあ楊大寛がバッターボックスに入ります。打ってどうだ、三遊間抜けた、さあここで1点が入る。楊大寛がつなぎました。時計の針は0時を回りました。日にちが変わっています。まあ、追い込まれたアブレイユ、追い込んだバッテリーはもう本当ストライクはいらないということですよね。そういうことですね、どうだ、あっとショートのゴロだ、セカンドアウト、試合終了。長い長いゲームに終止符が打たれました。結局9対7ソフトバンクが勝っています。まあ0時を回っています。いやー、今季最長のこのゲーム、中村の結局12回の表のスリーランホームランが決勝点ということになりました。